本日紹介する国道九州フェリーは、大分県は佐賀の関港から、愛媛県は三崎港を40分で航行するフェリーになります。四国と九州を最短距離で結ぶフェリーとして人気があります。5000円も始まりましたので、興味のある方はぜひ最後までご視聴くださいませ。いきなりなぜか大分県は臼杵港から始まります。この日はですね、とある方をエスコートするためにここに来ております。オレンジフェリーが爆速で出ていきましたが、間もなくその方の乗る宇和島運輸フェリーが入港してきます。そして爆速で宇和島運輸フェリーあけぼの丸が来ました。屋上デッキに人影が見えますね。まさかこの方でしょうか。この時は2月2日、鬼のように寒い中デッキに出ているのはあの人しかいません。取材のために九州にいらっしゃったんですけども、恐れ多いことに連絡をいただきまして、今回は航海をご一緒させていただくことになりました。今ですね、ホーサーロープが繋がれていきます。こちらのあけぼの丸、2017年就航のまだまだ新しい船になります。内装もですね、内海造船さんのピカピカの内装です。着岸してゲストを待ちます。結構久々にお会いするので楽しみにしました。はい、こんにちは、ザズです。今日のお相手は国道九州フェリー早波です。これから乗っていきますね。そして今日はゲストがいます。今日のゲストは船舶イラストレーターのプニップクルーズ先生です。それでは行きましょう。ザッツ船旅始まります。こちらの航路ですね、なかなか人気があってですね、まあ、九州と四国を結ぶ最短距離ということで、値段もですね、そこそこ安くて非常に面白い旅が楽しめます。ぜひですね、乗ってみてください。それでは向かいます。今日のゲストは船舶画家、船舶イラストレーターのプニップクルーズ先生です。それでは向かいます。実は当チャンネル2回目の出演となりました、プニップクルーズ先生。船が好きなら一度は目にしたことのあるあの絵やこの絵やこの業界において著名な先生です。一見近づきがたいオーラありますけど、真相やいかに。13時か早波、あ、14時鈴風か、10時待ちます。暴風圏ってありますよね。はい、それも暴風圏で、暴風圏で、駐車場の車を止められます。はい、リボン会議。はい、それは僕は。ちょっとレストランがありますけど。あ、車検証、車検証。はい。あ、そうそうそう、どこ。車検証。はい、ごめん、忙しいんだ。はい、乗船していきます。そのまま入るんかな。はい。剣がある。おお。隔壁ブロックありますね。足元注意です。もう一回目ですね。回転がある。あ、こっちです。回転の裏に。あれ、個室。到着いたしました。なんとですね、個室の料金先生に払っていただきました。すいません。では説明していきます。こんな感じですね。なんと1500円です。安いです。こちらのフェリーは個室に全面展望がありますね。
テレビがついてます。会議があとエアコンがあるんですよ。窓がもう一個ついてまして、側面も見ることができます。なんとですね、フックはあるんですけど、ネオンかけがついてません。もうちょっとで出航なんで、ちょっとゆっくりしてお外に出ます。それでは、はい、それでは出航前なので外に出ます。ありがとうございます。今ですね、プリップクルーズ先生写真撮りまくってますね。こちらのフェリーは総発のファンネルです。隣に夕凪がいますね。こちらのフェリーは40分ぐらいの航行なんですけど、なかなか眺めがいいで有名です。後部デッキにはこのように展望ルームがあったりします。今ですね、友川のフォーサーロブが外されました。はい、就航しました。離岸してます。水が綺麗ですね。ここら辺水あんまり綺麗じゃないって言ってますけど、かなり綺麗ですよ。佐賀の関の象徴といえばあの鉄塔ですね。すごく大きな鉄塔が立っています。今スラスタントがしてぐるーっと船を回してる感じですね。今船を回して湾から出ていきます。おお、すごい、タンカーがめちゃくちゃいっぱいありますね。スレスレを出航していきます。船がよく回りますね、この船。普段前進し始めました。中を見ていきます。結構外国船籍が出入りしてますね。多分あの今止まってるのはバルカーだし、はい、バルケリア止まって、あそこ沖町ってのはバルケリアなんで、鉄鉱石をここに陸揚げしてなんか製鉄とかする。あ、そんな感じなんですかね。舵切ってる。大分、佐賀の関、大分の、そうですね、コンビナート、はい。結構足が、やっぱ船がちっちゃいから足速いし回るし。じゃあちょっと船内見て回りましょう。船首部分にはこういうボックスシートがあります。これでゆっくり40分間楽しむのもいいですね。それでは下の階降りていきます。下の階には自動販売機。自動販売機は丘の上と同じ値段です。もうちょっと安いな、100円のコーヒーがあったりします。おにぎりがありますね。あとアルコール、革命の自販機もあります。250円。そして座席もあるんですよ。やっぱりザッツクルームって開けてないそのままにしてる。あります。動画ってやっぱりあります、ね、あんなにいっぱい開けてるのがやっぱり開けてないやつあるんで。ありますね。風はですね、かなり強いです。あれ、インスタついてるでしょうけど、こっちについてんのかな。あー、あのバウいいっすね。あの水しぶきがカンカンいってるの、かっこいいな。鈴風と反抗します。琵琶湖。ああ、はいはいはい。琵琶湖も行ってるんですか。琵琶湖も行って。琵琶湖はあの、そう、西川。いや、いいな、このコーラ。このコーラのこと。娘が東京湾フェリーで走らせてほしい。
東京湾フェリーって私あんまり知らないですけど、あれってどれぐらいなんですか、1時間とかそのものなんですか。40分。ああ、うん、ほとんど同じですか。そうそうそう、ほとんど同じです。でもっと船がだいぶ古くて、あ、まあ、東京アクアラインができちゃったから、はいはい、もっといっぱい走ってたんだけど全部潰れちゃって、あれが残ってるだけなんで。あ、そうなんですか。でそれもまあ 4席くらいあったのが2席に減られちゃって、で全部もう昭和末期の建造で、イラストレーターの案内がすごく好きで、大分さんもね、なんか書いてもらったんですけど、ああいうなんか女の人と船っていう、そういうのはね、すごく書きたいんだけど、爽やかな感じ。そう、なかなかね、もう本当にそういう人の絵を練習したいんだけど、練習してる暇もないし、一時期やったんだけど、また感じが違いますもんね、ああいう。でも東京フェリーはね、なかなか本当面白いところなんで、一回行きたいですね。この船こんなに少なくないんで、本当にもうなんか、そうですね、もう目の前をボン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 走るところを本当に横切っていくわけなんで、よくぶつかんないなと思いますね。軍事施設とかも見れるんですね。はい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 、第2回放第2回放でしたっけ、うん、あのツアーもあんだけど、あれもちょっと値段高いんだよな。あ、そうなんですか。ちょっと行きたいんだけど、行きたいですね。高くなったら行こうと思って。宇和島よりも多分乗ってこられた風になりますね。あとに船体が緑色の気がすると言われると。宇和島よりの色好きでですね、うん、あれ関西汽船みたいな感じで、ね、そう関西汽船のね、あれメルネリやってるよ、もう知ってる姿に、なんか後ろがペンキなんかやたら飛んでんなと思ったら乗ってたんですね。あ、向こうから来るのあれオレンジフェリーじゃない？あ、オレンジっぽいですね、うん、時間的にも。年間80席ってすごいですね。まあ、あのちっちゃい本当にモーターボート的な船も入れてたからね。でももう今日でもう10、これで10席目だったし、こういうことを知られて。ご飯が美味しいんですよね、宮崎か。いや、でもこのフェリーも美味しいでしょ、ご飯は。美味しいです。本当みんなどこも美味しい。本当昔のフェリーとは全然違うから、昔はもうなんかどんな食べさせるんだみたいな。どこも料理は本当に気遣ってるから。最近すごいですね。すごい。あの阪急のあのこう取っていくスタイル、あれが結構、あれお金かかっちゃうと思うね。意外と意外とこれも取ろう、これも取ろう、気が付いてるのはバイキング高いじゃん。僕はなんかご飯、味噌汁と一品しか頼まないです。あとビール頼むから、じゃないとね。でもこれも欲しいってなっちゃう。なりますね。バイキングだったらいくら取ってもね、お値段変わらないけど、あれどんどん上がってくから。5人で乗って7000いくらかかったんですよね、夕ご飯代だけ。半球、ね、半球だったでしょうね。なんかやっぱりこうずっとこうやってきたら、おしになっちゃう。なんかバイキングのつもりで取っちゃうんだよね。そうね。定額じゃねえんだぞ、これ言うから。でも新日本海フェリーに乗っても半球と同じような内装だから、どっちに乗ってるのか分かんなくなる。新日海は食事が一品料理でしょ、そうそう。あの方が年取ってくるとそんないっぱい取らなくてもいいから、うん、逆にいいんだけど、最近そっちはいいなと思います。どうしても取りすぎちゃうのがね、もう一品料理でこう定食とかなってると、それでもポンと出れば、はいこれ終わりなのになっちゃうよね。商船三井の方も一品料理始めたじゃないですか、早便、夕方便でも。ああ、始めた始めた。あのちょっと頼む、個数限定でね。そうです。スイートとかのと勝手についてきちゃうからあれですけどね。この船よう回るな。あのオープニング動画すごいよね。あるね。ああいうのは やっぱり反抗バーン、うん、あの大銀座船長の船とか、あの桜井知床とか、すごい迫力あるじゃない。すごいいいタイミングで来てくれた。知床は本当、あの風がなくてよかったんですけど、すごいよく撮れて。
望遠で動画で撮るとすごい迫力なんだね。圧縮効果ですね。圧縮効果だね、すごいじゃん。バルバスバルからパーンってして、そう、波が飛ぶ、波が飛ぶからね、怖いですよね。カプンっていいなと思う。僕も好きなんですけど、個人的にはすごい好き。初めて乗る船は予習的な感じで必ず見ておく。もう非日常感がすごいから、自分だけこんな可愛いことを出かけやがってみたいな、そういうやっかみ的なやっかみ的なのはあるかもしれない。それはそれで面白いと思いますけどね。はい、そう、船に同年齢層を共感を得たいみたいなのがあったんだけど、やっぱりまだまだ全然。あれはどっちだろう、大分。あれはあけぼの丸。あけぼの丸。レンミン丸じゃないことだけをファンで見れば確かに。あ、そうなんでしたっけ、形が違うってましたね。レメバルのハンネルは真四角なんです。あー、あの斜めになってないんだ。そこまで見てなかった、フェリー琉球が全面で見れて、あのここもちょっと出られるのできるね。はい、南の方のフェリー多いですよ、ね、南の方のフェリーって僕もだし。そうなんですよね。それも乗りたいんだな。だから私は大東、大東とあと琉球にも乗りたいし。あ、大東いいですね。国道九州フェリーをご利用いただきましてありがとうございます。はい、それでは入庫5分前だそうなんで、お外に出ます。退出します。おお、これは綺麗だ。素晴らしい景色。みかん畑ですね。接岸します。海が綺麗ですね。ここら辺は関サバ関アジ、花サバ花アジが有名です。あちらの段々畑がみかん畑ですね。うわ、海の色すっごいな。いい色してますね。じゃあこの景色素晴らしい。これですよ、三崎港。右接岸ですね。はい、スラスター回してます。ゆっくりゆっくり近づけてますね。はい、今レッドが投げられてホーサーがかけられます。そのまま接岸しそうだな。はい、接岸しました。下船します。今ですね、接岸して下船します。ゆっくり見てまいりましょうか。ロケットだな。2頭の一般の雑魚寝です。
番水が綺麗だわ。みかんが本当だ。本館買って帰るといいですね。いいとこだな、すごい、まあ、天気がいいのがあるんだけど、いいですね、最高じゃないですか。本当ですね、うん、はい、それでは挑戦していきます。また、ごちそうとさせてください。いります、うん、あ、こっちの店もまたあるんですけど、最近こっちの店で、こっちの店だけ欲しいんですよ。下ろしたらすぐ乗れるんじゃないですか。じゃあどうぞ。フルですね、綺麗意外と僕その席好きなんですよ、その端っこの。これが夜になるとすごく雰囲気が良くてですね、開店の。上です、あの明るいですよね、店内の雰囲気がちょっと違うんですよね。シックな、かっこいい。あ、こんにちは。おはようございます。はい、お部屋到着いたしました。個室です。なんと1500円でこの個室が使えます。40分船旅、楽しみですね。カードキーなんです。こちらオートロックなんで注意が必要です。こちら最新線というだけあって、テレビもちょっと大きくなってます。あとエアコンがついてますよ。いいですね。全面展望を楽しんでいきましょう。はい、今ですね、ホーサーの方を外していっています。もうそろそろ出港になります。友側もですね、どんどん外されていってますね。はい、今ホーサーが外されてスラスターが回り始めました。出港です。スラスターの回ってる波の色でだいたい海の綺麗さって分かりますよね。すごく綺麗なんですよ。結構やっぱ船が小さいんで足が速いですね。加速がいいです。そしてぐりぐり回っていきます。こちら前面の方見てみてください。すごいですよ、景色がめちゃくちゃ綺麗です。今ですね、黎明丸が見えてきてますね。黎明丸ですね。マンネルが低いんで。あー、ほんとだ。カメラこう、こんなになってるじゃん。はい。そうし、この景色ですよね。
い、入港していきます。佐賀の関です。はい、着岸していきます。もうですね、夕焼けが綺麗ですね。このタイミング好きですよ、なかなか。はい、列島が投げられました。砲砂がかけられます。ついて接岸してから下船までの時間かなり早いです。そして友の方も砲砂がかけられます。はい、今ですね、砲砂がレッドが投げられて砲砂がかけられます。はい、接岸します。はい、戻ってまいりました。本日はご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。大変励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。なかなか座り心地良さそうだな。先生ずっと船撮ってますね。